今から取り入れていくと、普段の参拝の効果や神様から味方してもらえる力がアップしますよ。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運年間7番目突破記念、豪華賞品が当たる高見ヤード開催中です。まもなく締め切りとなります。応募方法は概要欄からチェックしてみてくださいね。さて、神様がご利益を授けてくださる吉椅子があったり、吉椅子のアクションとして参拝があったり、このチャンネルでは神様や神社のお話をすることが多いですが、神様好きですか？特に参拝が好きな方は神様のことを好きなんじゃないのかなと思います。神様のご加護に授かったら嬉しいですよね。これも嬉しいという方が多いのかなと思います。いざという時に神様が応援してくれたり、ご利益 120% 増しになったらどうですか？僕は嬉しいです。というわけで今回は神様を味方にするとっておきの方法をお伝えしたいと思います。まずはじめに龍神さんつながり、場を極める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。神様が味方になってくれると、人生において多くの支援や恩恵を受けることができると言われています。自己実現や社会的な成功、目標達成や精神的な成長を遂げたり、健康、安全、豊かさ、幸せなど多岐にわたるご利益を授けてくれます。また九死に一生を得るではないですが、急なピンチを助けてもらうことなどもあります。電車に乗ろうと思ってたけど、急に足が動かなくなり進まなくなって乗り遅れてしまったら、乗るはずの電車でトラブルが起きていて運よく避けることができたということもありますし、起業してなかなか仕事がうまくいかなくて、いろんなことをやったけど資金が底をつきそうで、いよいよもうダメかもしれないという時に、家に人が訪ねてきて、亡くなったおじいちゃんの保険だったか証券だったか忘れたんですが、あることが発覚してそのお金が入ってくることになり、その後は事業がうまく回り始め、今では世界を股にかけて活躍しているということもあります。神様のご加護がなかったら、と思うと全く違うことになっていたんじゃないのかなと思います。神様に守られている、味方されているってすごく嬉しいですし、すごく安心感もありますよね。普段参拝に行ってる方には特に神様のことが好きだと思うので、より守ってもらえる、よりご利益に授かれるということは知っておくと、これからが全く変わってくるのかなと思います。どんなことをしたら神様が味方してくれるのか、今日は5つ紹介しますね。1つ目は、神様を信じるです。神様って目に見えない存在なので、本当にいるのか、はたまたいないのか、と思う方もいらっしゃるかもしれません。もしかしたら何か起きた時に、神様からのご利益なのかどうかがわからない、ということもあるかもしれません。ただ、自分のことを疑っている人のことを好きだとは思わないですし、疑っている人に何かしたいとは、思わないですよね。いつも自分のことを疑っている人にいい印象を持たないですし、この人には信用されていないんだなって思いませんか？神様のことを信じていない人はご利益も来にくくなります。やっぱり第一に神様のことを信じていて、神様のことが好きだったり敬っている人にご利益が授かれます。二つ目は、健康に気をつけているです。これは健康であるではなくて、健康に気をつけているです。持病があることもありますから、それは問題ありません。自分の中に神様がいるって聞いたことがありませんか？僕たちの体は神様の創造物で、神様のエネルギーの一部でもあります。だから自分の中にも神様がいるんですね。ですので神様にとって僕たち一人一人が自分そのものなんですね。そんな自分同様の体を粗末に扱われると、神様はとっても悲しい気持ちになります。そうすると、わし見てられないかもと感じたり、この人にご利益を授けても大切には使ってくれなさそうだと感じて、ご縁が薄くなります。自分の体をいたわり大切にすると、わしのことを大切にしてくれてる、嬉しいと神様が味方になり応援されるようになります。三つ目は、自分を大切にしているです。これは二つ目と重なる部分があるんですが、
自分の分身のような存在のあなたのことを大切にしていると、神様を大切にしていると同じ意味を持ちます。大切にしてもらえて嬉しいですし、自分を犠牲にしたり、我慢をしていたり、粗末に扱っていたり、自分のことが嫌いだと、神様を粗末に扱ったりと、ないがしろにされたような気持ちになるんですね。そうすると、神様が離れていってしまいます。また、神様は人を傷つけたり、貶めたりする行為が嫌いですし、そういったことをする人を嫌います。これが自分自身に対してでも、神様にとっては同じなんですね。ですので、神様を大切にするように、自分自身を大切にすると、神様に好かれ、味方されるようになります。簡単なことでいいですので、お疲れ様、今日も頑張ったね、と声をかけたり、自分のために丁寧にお茶を入れたり、好きなことをする時間を取ったりと、自分を大切にする時間を取ることがおすすめです。自分に意識を向けて、心の声を聞くだけでも、心は大切にされていると感じて満たされます。愛の反対は無関心と言いますから、自分には目を向けないこと、つまり自分の心を無視することは、心にとってはとても辛いことなんですね。自分にたっぷり愛を注ぐと、それが神様に愛を注ぐことになり、神様から応援されるようになります。いつも我慢ばかりして、本音を押し込めて、人に合わせてばかりで疲弊していた人がいたんですね。その人はずっと自分に無理をさせていたので、それが体に現れて病気になってしまったんです。そして入院して時間ができて、嫌でも自分と向き合うようになったら、少しずつ抑えていた本音が出てきました。何やってたんだろう。こんな風になりたかったわけじゃない。このままでいいんだろうか。このまま死んだら後悔する。そう気づいて、こんな生き方はやめようと思ったそうです。それからは自分に素直になる。自分のこと、自分の気持ちを大切にすると決めて生きるようにしたら、病気も治り、やりたかったことの情報がすごくいいタイミングで入るようになって、トントン拍子でチャンスをつかみ、やりたかったことで起業をして、そして順調に続いているそうです。自分を大切にするってとっても大事なことなんですね。心も運も応援してくれるアクションです。四つ目は、整理整頓をするです。神様は汚れが大嫌いで、清らかなものが大好きです。汚れや邪気の原因となる散らかっている状態はとっても苦手です。ですので、整理整頓をしておくことでも、神様から好かれる要因となります。五つ目は、寝る前に神様にお礼を言うです。自分ではわからなかったかもしれませんが、今日一日神様が見守り応援してくれたかもしれません。そのおかげでうまくいったことや、そのおかげで難を避けられたことが、小さなことかもしれませんが起こっています。ですので、神様、今日一日ありがとうございましたと一日のお礼を言うと、神様も気づいておるとはよくわかっている子じゃ、お礼を言うとは素晴らしい心のあり方だと感じて、より守ってもらえたり味方になってくれたりします。以上、神様を味方にする方法でした。いかがだったでしょうか。すでにやっていることはありましたか。もし知らなかったなという場合は、今から取り入れていくと、普段の参拝の効果や神様から味方してもらえる力がアップしますよ。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い、波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではまた動画でお会いしましょう。